最後はもう叩いて泣いて息もできるほどさよならずっとアモレアモレこの世であなた一人ヨベです。ということで今回はユーミン第2弾「真夏のユーミン」をやってみました。第2弾そうですよ。何の嘘なの？3弾と思う。リフレインはいつのいつ話したの？恋人は3弾この3曲目やないか春よ恋。ああユーミン第3弾「真夏のユーミン」をやってみました。これはね実はね去年の夏ショートでやったんな。気づかないですか？若干アレンジ違うの気づかないですか？気づくわけがなかろう。そういうとこやね、そういうちゃんとして、逆に言わせてもらったらそういうとこが偉いよね。ちゃんとこうアレンジを変えてくるという皆さんのためにね。どのように書いてますか？それを聞いてみてねっていう話やね。聞き比べてみてください。どう違うかなっていうね。概要欄に貼っとくんで。おお違いを違うか違いをショートだな。ユーミンの曲で言うとね、名曲がまたこれはもう山ほどワンサカあるんやけど、やっぱりな私はな1番はリフレインなんですよ。そして 2位と3位が同じで「春よ恋」と「真夏の夜」が同じぐらい。あ忘れとったわ「魔女の宅急便」。あダメなんだ「魔女の宅急便」。優しさ包まれたならもう一つ「あの人の」なんだね、ルージュの伝言。まあもうやっぱ無理だわ。無理。2位とか3位とか無理だわ全部。あなたは私の予想ではあなたはこれが1位だろう。それこそ決めれませんか？いっぱいあるわけやな。曲名が出てこんのよ。あわかる。めっちゃわかる。曲名がわかる。歌ってみな。それも出てこんの。あれあれって感じ。ああれってな何やったかな、あれなんかの主題歌とか何かしらなっとるやろな。リフレインはもうあれやろ、ネルトンやろ。ちょっと調べてついでに。めっちゃアルバムあるやん。あるよ、そらめちゃくちゃあるやん。それユーミンやから。そんなん39枚あるで。それあるよ、ユーミンやからで、ユーミンそれかさ、それでもよ、すげえな。ロンドン、ああ、ててててててて。はあ、ロンドンいいな。ロンドンはちょっと似てるよね、この全然。これ93年で、ロンドンは95年ですからね。こういうテイストにハマっていたのかね、このユーミンさん。好きよ。好きだろうね。今どっちか言ったらそっち派やもんな。どっち派やね。そっち派って。夜の人。太陽を浴びてどうとかよりは、地下の薄暗いところで、なんかこう。こんな感じやろ。ちょっとリフレイン見て、リフレインあれやろ。ネルトンやろ。リフレイン。何？シングルじゃない。え、そんなことないわ。だってそんなことないわ。そんなことないわ。なあ。ほら。え？オリジナルアルバム。D ライト、なんとかなんとかライトキス。おおお。あ、ほうが一人ここに。え、シングルじゃないの？に収録されたって書いてある。いや、ネルトンやろ。アルバムとして出て、ネルトンで使われて、有線で大ヒットっていうパターン。なるほどだ。シングルじゃないので、当時としてはものすごく異例の。いやもうシングルとしか思ってへんかった。大快挙みたいな感じのことを書いてますね。シングルじゃないです。あら、意外。もうイントロがな、もうリフレインやったわけじゃないねん。そうよ、そう。真夏の夜の夢をやっとん。そうです、ユーミンですから。恋人がサンタクロースやった時に結構リフレインの話をしてしまったもんで、ショートとかで突っ込まれましたね、何件か。リフレインじゃないんかい。ほんでまたリフレインの話してから、そう、まだちゃうんかいってなる。どうすんだこれ。ついにリフレインやります。リフレインやった時話すことないやない。大丈夫です。ご自身なんですか。大丈夫。はい、ということで今回はユーミン第3弾「真夏の夜の夢」をやってみました。この動画いいなと思ってくれた方ははいグッドボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。つがいでした。じゃあ来週。